昭和3年、国民の健康増進を目的に国民保健体操の名称でスタートしたラジオ体操。この日も入谷南公園には早朝からおよそ50人が参加してラジオ体操で汗を流していました。ここに来ることは一種の健康ですしね、こう来て体操するばっかりじゃなくて、来てちょっと皆さんとお話をするということ自体もやっぱり健康のもとになるんじゃないかな。だからラジオ体操は自分の体を動かすだけじゃなくて、多くの人とお付き合いができにくい。そうすると、まあ、特にお年寄りなんかはうちにこもっちゃう方が多いので、それが表に来て話すということもラジオ体操の一つの楽しみですかね。このラジオ体操、実は台東区と意外なつながりがあるのをご存知ですか？第二次世界大戦の影響で一度は中止になっていたラジオ体操の中継放送が戦後初めて行われたのが、台東区松ヶ谷にある松葉公園、昭和27年のことでした。そしてこの年、全国に先駆け台東区ラジオ体操連盟が発足しました。その後も年に一度の大イベント、1000万人ラジオ体操みんなの体操祭が昭和37年に上野恩賜公園広場でスタートするなど、昭和の時代から今日まで台東区ラジオ体操連盟はラジオ体操と共に歩み、今年で創立70周年を迎えました。7月20日、台東リバーサイドスポーツセンター陸上競技場で夏季巡回ラジオ体操みんなの体操会が開催されました。この催しは7月20日から8月31日にかけて、全国各地のラジオ体操会の様子を NHK ラジオで生放送する夏休み恒例のイベントで、今年は台東区ラジオ体操連盟創立70周年を記念し、ここ台東リバーサイドスポーツセンターが幕開けとなりました。皆さん、おはようございます。台東区ラジオ体操連盟は今年で創立70周年を迎えます。今井陽一理事長をはじめ、役員の皆さんは区民の健康づくりのために長い間ご尽力をいただいていることに感謝を申し上げます。ラジオ体操は軽快なリズムに合わせて、いつでもどこでも誰でも気軽に楽しめるスポーツです。暑さに向かいますが、新型コロナ感染症対策、熱中症対策など徹底し、健康にお過ごしください。1、2、3、4。感染症対策をした会場では、台東区長をはじめ事前に申し込みをした多くの参加者が、聞き慣れたラジオではなくピアノの生演奏に合わせてラジオ体操を楽しみました。やっぱりね、体を動かすきっかけですよね。それをもとにこう体力を作っていく、それが大事なのかなと思います。動ける間はやりたいと思います。お金かからないラジオ体操で本当に健康で毎日毎日できるってことはもう最高です。これからも続けていきます、ね、本当に小さなお子さんから高齢者の方まで、今日もそうだったんですけども、本当に手軽にできるところが一番の魅力かなと思います。やっぱり今日みたいにいろんな方が集まって体操した後に少しこうお話ししたりとか、そういう人が集まることでも心の健康って保たれるので、そういう意味でも地域のラジオ体操会が重要かなと思ってます。今のラジオ体操第一が昭和26年にできて、それと合わせてこの台東区の体操会もあるので、まあ本当にラジオ体操をもう本当にど真ん中で支えてくださっているので本当に感謝しています。ラジオ体操、手軽にできる体操なので、ご自分のペースで
気持ちよさを感じながら毎日続けてみてください。頑張りましょう。もうラジオ体操は毎朝の一番 の、 始まりですね。これがないと一日が始まらない。これがあって初めて一日のスタートが切れるということで、まあ、自分がひっくり返りまでは頑張ってやっていきたいと思っております、ね。はい、これからも80周年目指していきたいなと思っております。はい、台東区内では18の年中無休会場でラジオ体操が実施されています。皆さんもぜひ近くの会場でラジオ体操に参加してみてはいかがでしょうか。